に上がる塁審と小泉の気持ちというのはね、まあ、セコンドについている。だから、それだからこの周囲のプレッシャーを逆に自分たちのファイティングスクールともだけ燃えるから、ね、そういうふうな気持ちを2人で感じかけたんですね。小堀田の方が静かに静かにレフリーの注意を聞きます、指示します。余震波 KO できなくてもですね、はい、場内の歓声はほとんどゴンザ、おっといきなりのダウン、今のはダウンというふうに本人も思った、ちょっとおぼつかないですね。左のフック 足に来てますね。そして今の左フック、一瞬にして自分、まあ、作戦としてはですね、攻めるんですけれど、はい、距離を間違えてはいけないと。あ、やはり一旦こうして距離を取って、そして中に飛び込んでいって右のフック、あたりも小さなパンチですが手数があります。ゴンザレスということになります。チャレンジャーは元チャンピオンのゴンザレス、第1ラウンドここで終了です。あ、確実に捉えております、顎の先のあたり。そうですね、それ私言ったんですよね、何やってんだ、早く始めてくれよっていう。プレートコーナーに追い詰めます。そこから何か投手に火がついたのか、左のボディ強烈打ち割ったっすね、じっと相手を見据えて右の、そういう指示はこの大観衆の中、大歓声の中、徐々に徐々に間合いを詰めていくゴンザレス、届かないですよね。そうなりますね、パンチもいいパンチになってます、はい、だいぶ両小泉が中に入っていく、小さいパンチ見たゴンザレスにですね、強いパンチが来ましたね。ジニルイストもちょっと怖いのをもらいましたけれども、いい世界フェザー級のタイトルマッチ、ルイシとコイが晴れてまいりました。右のストレートを伸ばしますゴンザレス、しかこの3ラウンドの前にですね、はい、私はコーナーのボディですね、ナイスボディ、左右のボディ、そして打たれるというシーンもあまり記憶にないんですが、さあここ左のボディ、ゴンザレス右ストレート、ここはセコンドのジョーさんの指示通り来るコブリータに対してルイシと小泉大歓声、今左のダブル、ちょっと頭、ちょっと気にしました、今もここは出ていきます、会場大騒ぎです。ここでゴングですよ、それで私は見せなかったんです、ほうやっぱりそうだったか、いけいけで、それでだからここちょっともたもたしたでしょ、はい、第4ラウンド、左のダブル、その中で戦っておりますルイシト、出てくるところにパンチを合わせていった、ルイシト来た、グラッド来た、ルイシトチャンス、ダウン、最後は右のストレート、まあフルカウントはしなかった。この試合というのはどうなってるんですか、防衛戦というのは。次はですね、WBC のこれで距離測り直して右ストレートです、はい、これです、手を取っているのがよくわかります。首がもう本当にねじれるようですね、担架で運ばれます。見事鮮やかノックアウト防衛、ルイシト小泉、今後の試合が